どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん。カーズ3、レゴジュニア、メーターのジャンクヤード、こちらを組み立てたいと思います。くる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 、箱の後ろはこんな感じになってます。では、ビリビリ、箱が、テープで止まってるの忘れてました。じゃ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 ーん。袋をちょっ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 じゃー。それでは説明書を見ながら組み立てていきますね。上手にできますかねこれ。では組み立てていきましょう。この大きなパーツに次は、水色のパーツを2つセットします。はい、グサー、はい、よいしょ。次はね、こちらのパーツをセットして、はい、差し込みます。グサーで、この上にですね、こちらのパーツをこんな感じですかね、グサッと差し込んで、ちょっと大きめですね、パーツを真ん中にグサッ、そしてこちらのパーツをグサッグサッと差し込んで、はい、両サイドにこちらのブロックをグサッ、はい、反対側にグサッて、ここにですね、こちらのパーツをグサッと差し込んで、次にこちらのパーツをグサッ、口パーツですね、口パーツをグサッ、あれ、グサッ、こちら側にヘッドライトのパーツを取り付けて、丸いエアクリーナーボックスをグサッ、次はこちらのパーツ、おお、よく落ちる。はい、こちらのパーツをグサッ、次にこちらのパーツとこちらのパーツですね、合体、ガチャーン、同じようにもう一個作ります。作ったパーツをここにグサッと差し込んで、反対側も同じようにグサッ、次にメーターの可愛い目のパーツをグサッと差し込んで、頭のところにグサッ、そして左右に広がってるこのパーツを目の方に近づけていきます。あれ、取れた。ちょっと上にずらして、はい、こんな感じですね。ホイールにタイヤをセットして、よいしょ、これを4つ作ります。メーターにタイヤホイールをグサッとセットしていって、1、2、くるっと回して、3、あれ、3、はい、あおお、どこ行った、はい、4、では横にメーターのサイドパネルをセットして、ぐる、はい、反対側にもセットします。後ろにこちらのパーツを、あれしょ、あれ、グサー、黒いパイプのところにですね、オレンジのランプをグサッとセットして、では次にクレーンを作ります。ガチャーン、はい、先端にはフックですね、フックをグサッ、これでメーターは完成です。次はジャンクヤードを組み立てていきます。まずはこちらの大きなパーツに網網ですね、網網パーツをグサッ、縦長をグサッと差し込んで、緑を2枚、1枚2枚、こちらの看板をですねグサッと差し込みます。看板の下にはですね、こちらのパーツをセットして、はい、このケースの中にですね、パーツを入れておきます。よいしょ。では、こちらのパーツに黒いパーツをセットして、これもケースの中に入れておきます。またまた大きなプレートに、今度はこんな茶色い柵ですね。ぐさーって緑色の草をぐさっ。はい、こんな形のパーツを差し込んで、よいしょ、大きな丸い赤色ですね、これを真ん中に差し込みます。グサッて、こちらのパーツを真ん中にセットして、茶色いパーツをグサッとセットして、またまたアームを作ります。グサッグサッ、一番前にはフックですね、フックパーツをセットして、
はい、これをセット。ガチャーン。最後こちらのパーツにメーターみたいなのをセットして、はい、ではもう一つにはですね、マックインとテレビ電話してるパーツをぐさっ、はい、これで完成しました。ではね、メーターから見ていきますね。メーターくる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 、口元かわいいですね。くるくるくる、後ろのアームなんとね動くんですよ。ウィーンガチャン、ここと、あとね2箇所目ここですね、ウィーン。で3箇所目はこのフックのところ、あ、フックのところですね、フックのところが動きます。ウィーン。後ろはこんな感じになってまして、くるくるくる。反対側のサイドはこちら。メーターの表情がいいですよね。タイヤの方はくるくる回るんで、下に置いて手転がしで遊べます。ウィーン。あとジャンクヤードには中古パーツがいっぱいあります。いっぱいありますね。はい、これは何かなこれね、ちょっとわからないんですけど、これはわかりますよ。これは前ですね、エンジンルームのところにセットするやつですね。ではね、メーターに取り付けてみましょう。エアクリボックスをよいしょ外して、ここにですね、さっきのパーツをブンブン。おー、メーターかっこよくなりました。ブン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 。とりあえずね、元に戻しておきます元に戻しておいて、あと草むらにあるこのねクレーン、くるくる回って、あとアームが、はい、こんな感じで動きます。ウィーン。メーターと同じですね。ウィーン。でこっちの方が長いんですけど、メーターと基本動きは同じです。服にはさっき組み立てたマックインとね電話してるパーツ、こちらをかけたり、でメーターのパーツを引っ掛けて遊んだりすることができます。メーターの後ろのこのクレーンのフックにもですね、こんな感じでよいしょパーツを引っ掛けて運ぶことができますね。ビーン。最後にトミカのメーターと大きさを比べるとこんな感じですね。あ、でもサイズは同じぐらいですかね。横幅はね、レゴジュニアの方が大きいですね、だいぶ。あと前回ご紹介した、マックインとラミレスを使ってね遊ぶことができますね。今回はレゴジュニアカーズ3メータージャンクヤードを組み立てご紹介しました。それでは今回はこの辺で、じゃあまたね、バイバーイ。